マリアケショルムの北欧コーナーに来ておるんですけど、えー、今日はですね後ろ見てる通りフィンユールフィンユールって読むんですよということでですね今日はあの北欧ブースの中のフィンユールをちょっとご紹介したいなというふうに思います北欧ですね今非常にやっぱりまあというかですね今っていうことないですねもうもう人気があってずっと長いですよねなんでかっていう私も専門家ではないので、えー、なかなか細かいことはわかりませんけどまあ非常にあの北欧といえばですね冬が寒いし一もとして日照時間も短い家の中で、えー、集うことが多い、えー、そういう中で家の中をどう 気持ちよく過ごすようにしよう。しかもあの、えー、男の人も女の人も、えー、それから小さい。赤ちゃんからお年寄りまでいろんな方たちが集いますので、みんなが使っても気持ちいい。そういったものの作りっていうのは非常にやっぱり得意ですよね。それから非常にこう税金が高くて有名なあの地域ですので、しょっちゅうこう。買い替えたりすることもなかなかしないということで、少子市角だったら直せる、えー、で直して何台でも使っていくで物を大事にしていく。 えー、そういう向こうの言葉で今「ヒュッケ」っていう言葉がねよくあのいろんな雑誌に出てますけど気持ちいい生活づくりをしていただいたらもう最高の、まあ、お国なんだろうと言われていますこのデンマークで生まれたフィンユールをご紹介したいと思います。でフィン・ンユールはですね、まあ、有名なハンス・ウェグナーとか防衛 と、えー、とはちょっと毛色が違いましたですね1914年に生まれて1989年まで頑張られた方なんですけど家家具業界の彫刻家とかかってて言われてるんでしょうかね、えー、ちょっといろいろ見てみますとですね非常にあの細かいその作りというかですねフォルムがですね作るのが大変だったんだろうなというふうに思わせるデザインなんですね。 材というですね非常に硬い材質なんですけど、えー、なかなかこれを家具にすることがなかなかできなかったでこれをですねデンマーク家具の代表的な素材に、えー、昇華させたのがこのフィンユールというふうに言われてるんですけど、えー、まずはですね皆さんが来られて可愛い っていう,ふうに絶対言われれるののがここ椅子これペリカンチェアというふうに言うんですけど、まあ、ペリカンのくちばしみたいなね、えー、お椅子ですよね。でこれなんかこの頃のデザイナーが作ったんじゃないのとかって言われてる方結構いらっしゃるんですけど実はこのフィンユールがですね1940年に作った非常に古いデザインなんです。えー、ちょっと座ってみますね。あこれですね座っていただくと分かるんですけどですねお尻に向けて後者いわゆる角度がついてますので。 非常に座り心地がいいのと膝頭がですね非常に気持ちよく曲がりますああいいですねこういうのをマイチェアにできる暮らし、うん、したいですね、えー、ということでこれはですね比較的古いデザイン千九百四十年生まれのペリカンチェア あとはですね、その5年後1945年に登場しました45番という名前が付いているお椅子なんですけどこれ有名なんですよ、まあ、前から見てもかっこいいんですけどこの後ろのフォルムがすごいですよね座面が宙に浮いてるように見えますもん、えー、この角度から私のこの角度から見ていただくとですね本当にこに宙に浮いてるように見えますよ、えー、これをやっぱり作る、まあ、技術者 まあこの技術者がいて初めてフィン・ユールはですね世の中にこの作品を出せたんですけどなかなかフィン・ユールの図面を持っていくとですね作ってくれるとかなくてですね大変難儀して商品が世の中に出たという話が残ってますでこの椅子のですねもう一つの特徴はこの肘の部分なんですよ私ちょっと座ってみますねそして触ってみますこれ実はですね世界で一番美しいアームを持った椅子ということで非常に有名なんですねそれとですね ペーパーナイフのようなアームを持つ椅子とも言われてるんですここの部分なんですねすごいですよ手で触ってもすごいですよもう本当に芸術品を触ってるみたいですよあとはこの肘の先もう本当に手に吸い付くようですよピンヨラの作品は現物を見ることがなかなか大変です年間生産数もですね限られてることもあってですね えー、なかなかこのように通常見ることができないということで是非お足を運んでいただきたいなそして触っていただきたいなというふうに思いますあとはですねフィン・ユールを代表するまあどれも全部代表する作品なんですけどよくあの、えー、雑誌とかに出るのはこの椅子なんでしょうかねチーフティン・チェアというふうに言います1949年に生まれた椅子です、えー、フィン・ユールが自分の家のリビングで使うためにデザインした椅子で。 デンマークのフレデリック国王も非常に気に入られた椅子という,ふうに言われていますけどあここにちょうどあれですねフィン・ユールご本人がえ自分の自邸でベランダに出して座っている、まあ、この、えー、映像がありますこの写真は有名ですからね、えー、時々いろんなところで使われていますけどいいこと言いますよね椅子はベッドと同じベッドで寝返りを打つように椅子もまた座っていても自由に姿勢が変えられるようでないといけないだから1つの姿勢でしか座れない椅子は間違えていると。 いうことで、えー、このような椅子です、えー。ということで彫刻のような家具でございます。えー、非常にあの、えー、価格もですね今簡単にお話しするような価格ではありませんので、えー、なかなかですね私たち社員も座ることがなかなかできないんですけど、えー、今日はですねちょっと周りに誰もいないこともありますので、えー、ちょっと私同じ姿勢にしてみたいと思います。えー、その前にですね先ほどもお話し,しましたようにこんだけのフィールの作品がですね一堂に えー、通常見られるところが非常に少ないと思いますのでぜひですね有明ショールームのこの歩行コーナーフィールドだけじゃありませんいろんなデザイナーも含めてですね皆様の気持ちいい生活のお手伝いができればということでお待ちしておりますのでぜひお足を運んでみてくださいじゃあちょっと失礼いたします今日はどうもありがとうございました 大塚家具ではスリープアドバイザーによる睡眠お悩み相談インテリアのプロによるインテリアお悩み相談を受けたまっております。ご興味ある方はぜひこちらからか